い、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ごきげんようです。植草陽です。今日も始まりました、陽チャンネル。こちらの番組は世田谷タバコセンター天野屋さんでお借りした素敵なパイプを皆様にご紹介する番組です。お忙しい中お付き合いいただきありがとうございます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、前回もお話しいたしましたが、10月1日からの値上げ、まああまり嬉しいお話ではないですけれども、皆さんもきっと買いだめ等をなさったのではないかなとは思います。値上げを機にですね、各社メーカーさんがですね、新商品も出しておりますね。こちらは一つ楽しみな話題ではあります。特にですね、今年はですね、 C 社の祭りがすごいですよね。C 社の市場が、 C 社ってわかるかな、水タバコね、中東とかで流行っている、こう流行っているじゃない、中東とかの喫煙文化なんですけど、こう水を入れて、こうそこにタバコの煙を通してこうマイルドに吸っていくっていう、ちょっとこう中東チックな、このエキゾチックなこうグッズがあるんですけども、そのグッズで吸うタバコっていうのは普通のタバコじゃないんですよ。こうちょっとベトベトしてて、こうなんつんだ、こうパサパサしてないというかですね、こうねちょっとしているタバコなんですけど、その C 社の市場がすごいみたいでね、C 社タバコの新発売の銘柄がものすごく多いんじゃないかなと思います。はい。そして、今日は天野屋さんに素敵なパイプをお借りしてきました。じゃあまずそちらを見ていただきますね。ぴょん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 、はい、はい、スタンウェルの1本です。はい、まずこっちね。はい、そしてもう1本、ぴょん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 、はい、ちょっとこれ照明の具合があんまり良くないですね。これマホガニーの色です。はい、ということでこのように同じようなシェイプの2本をお借りしてきました。というのはですね、シェイプは同じでも、こちらがサンドブラスト、こちらがスムースになっているんですね。これを、なんて言うんだろう、サンドブラストと、スムースと、こうね、こうか、はい、サンドブラストとスムースと見比べるとどう違うのかなというのを、まあちょっと比べてみたいかなという、まあちょっと実験くんをしようかなと思いました。まずですね、世の中人気があるのはどうしてもこっちのスムースなんですよ。だいたい皆さんスムースを好まれるのかな。やっぱりこっちの方がこうちょっとかっこいいんでしょうね。確かに私も初めパイプ始めた頃はサンドブラスト嫌いだったんですよ。なんかボコボコしてて気持ち悪くって、表面の感じがね、なんか鱗みたいであんま好きじゃなかった。確かに、はい、なのでこっちのスムースの方が圧倒的にやっぱり欲しかったと思います。ただですね、これどこのメーカーさん、私、ビッグベンか、ビッグベンっていうメーカーさんの工場にお邪魔したことがあるんですけど、ヨーロッパのね、あれはオランダかな、オランダのビッグベン の工場にお邪魔したんですけれども、そこのやっぱり工場長さんがおっしゃっていたんですけれども、あんまり言いたくないんだけど、なぜサンドブラストにするかっていうと、やっぱり、素材あるじゃないですか、ブライヤーね。
ブライヤーの素材自体が傷がついちゃったりして、それでは商品にならないと。それだからサンドブラストをかけて、まあ、なんとか商品にできるような表面加工にしようというのが、まあ、サンドブラストにする意義ではないけれども、そういうことにはなってるんですよ。だけれども、その工場長さんがおっしゃるにはですよ、サンドブラストは一手間多いわけです。これが出来上がるじゃないですか。でこれが出来上がって、ああ、ここに傷が出ちゃったと、ここに大きな傷が出ちゃったとね。ただこれじゃ売れないから、じゃあサンドブラストにかけようってことになって、サンドブラストの機械でこういうふうに加工するわけですよね。ってことは、サンドブラストをかけるという一手間があるわけです。なのにもかかわらず、市場ではどうしてもサンドブラストの方がややお値段が低めに設定されてるんですよ。だからその工場長さんがおっしゃるには、僕たち一手間かけてるのにさ、それがさ、ちょっと安いっていうのはさ、納得いかないよねっていうお話をしていただいたことがあったんですけれども、本当にまさにその通りで、今回こちらの個体に関してはサンドブラストをかけるってですね、こうやって真横にこう出てるの分かるかな、こう縦にも出てるんだけど、こういうふうに真横にこう木目がこう出てるの分かります？これすごい綺麗なリンググレーンなんですよ。リンググレーンって言うんですけれども、こういうことが起こるのってサンドブラストだけなんですよね。当然当たり前じゃないですか、そんなの。でこれに関してはラフトップになるわけです。はい。でもちろんこれスムースの方ね、こちらはこちらで、ピカピカに磨き上げていて、ラウンドトップ、ここがこう丸くね、ラウンドトップになっているので、これはこれで手間がかかっているんですけれども、まあこちらは素材の良さでお値段がやや高いっていうことにはなります。この個体がいくらだかちょっと天野屋さんに聞いてください。でもだいたい世の中パイプ市場ではスムースの方がやや高めで、サンドブラストの方がやや安めという設定がしてある。サンドブラストの方が高いっていうことはまずないかな。ダンヒルでもない。やっぱりダンヒルでもスムースの方が高いかな。はい。ということで、今日ちょっとこのシェイプに関してもね、ちょっとゆっくり見ていただきたいのと、ちょっと語りたいことがありますのでどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、それではスタンウェル2本を見ていただきます。以前にもお話をいたしましたが、スタンウェルというのはデンマークのメーカーさんです。いわゆるダニッシュシェイプというのをですね、ファクトリーメイドでも極めたメーカーさんと言えると思います。その発端というのはハンドメイドパイプの父と言われるシックステン・イヴァルソン、シックステン・イヴァルソンに最初、当初ですね、第二次世界大戦後にデザインを依頼したというところから始まります。その時の、イヴァルソンのデザインというのがですね、このラインですね、このラインをとてもこう美しく表現したラインのオリファントというライン、シェイプがあったんですけれども、そのシェイプをうっすらとまだこう面影を残しているラインがとても印象的な2本だったのでお借りしてきたんですけれども、いつもだったら私はいつもこっちにこっちに曲がる、こういうふうにセンターがこういうふうに来るといいよねっていうお話をしてるんですが、この個体の場合あえてここがクリンとこうなってるんです。
そこでこっちのラインがゆっくりとこう、ここがね、こう入ってるんですよね。わかりますかね。こう入っていて、こう入ってる。ここの膨らみっていうのかな。この膨らみがないとこのシェイプは成立しないと思うんですよ。これがこうあるとね、まあそういうシェイプもなきにしもあらずなんだけれども、オリファントの6点のオリファントの面影を残すのはどうしてもこのシャンクのこの柔らかいこのラインなんですよね。で、多分スターメルはそこを狙って、来たんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけれども、そういうふうにこの優しいラインがあることによってこのえぐれ感というのが違和感なくこうまとまってくるという感じがするんですね。で、特にこのこっちのサンドブラストの個体はですね、ここにエッジが入ってるんですね。これによってちょっとシャープな印象も醸し出しているという感じですかね。で、こちらのスムースに関しましてはそのエッジは効かせていないものの、スムースという、素材の良さを、生かすためにですね、ややこのえぐれ感がですね、ちょっとこう甘いと言いましょうかね、ここがグイッと入ってないようなイメージに仕上げてあるんじゃないかなと私は勝手に思ってます。で、先ほど申し上げたこのラウンドトップですね、はい、ここも綺麗に磨かれていて、こう緩やかな R がついていて、で、このボールトップのここかっつりエッジ効かしてありますよね。ここをこうだらけない、パキッとこう角を立つようにしてある。ここがこの緩やかなラインに対してパキッとすることによってそのバランスをとっているんじゃないかなと私は思っております。で、こっちのサンドの方ですね、一回お話したことあると思いますけれども、ブライヤーのボコボコをそのまんま生かしたラフトップになってます。そして先ほど申し上げたこの綺麗なリンググレイン、これは見事ですね。すごい綺麗ね。これなんかは本当にやっぱりサンドブラストならではの、仕上げの精巧さと申し上げてもいいかもしれません。まあどちらが好き嫌いというのはどうしてもありますが、まあね、こうやって見るとやっぱりなんかサンドの方が重厚な感じがしないでもないかなと私は思います。はい、スタンウェルの2本いかがでしたでしょうか。同じシェイプでもね、仕上げが違うとやっぱりちょっと雰囲気も違うし、お値段も違うというところで、まああと皆さんが何が好きというのはもう本当にお好みです。私も昔はサンドは絶対手にしなかったし、まあ、それでいいとか悪いとかそういう話ではないんですけれども、まああと一つはですね、先ほども解説にあったように、6点ですね、デンマークのハンドメイドのパイプというのの父、6点イバルソンというお名前は覚えておいていただきたいなと思います。はい、彼がやっぱり一大ブームというか一大世代というか一つの歴史を作ったと言っても過言ではないの で、まあ、スタンウェルと、6点は、まあ、切っても切れないというかね、うん、そういうことなので、そのお名前はぜひ覚えておいてください。はい、
ということで今日も勝手に解釈をして勝手に解説をさせていただきました。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。まあ、もし少しでも面白いなと思ったら、別に面白いなと思わなくても、チャンネル登録の方をお待ち申し上げております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。